<laughs> ということで、はいえー、今回は初めてコラボ曲やってみました。えー、オーサムシティクラブの忘れな、はい、ということで一緒に歌っていただいたのは福井まいちゃん。はい。初めていただきました。マ、ま、ヌちゃんありがとう。ありがとう。いや初めてそうなんですよ。初めてコラボなんですよ。光栄です。いやいやなんかあの一回カラオケにねあの練習行ったんですよまい、うん、ちゃんと行ったね。 その時にの他の曲も結構候補曲出ててホイットニー・ヒューストンとマナヤ・キャリーの「IwhenIbelieve」かこの曲にするかっつって言ってやった時にこの曲のなんか声のサビの混ざりがすっごい良くてううううんそそそ意外に合うみたいなそうそうそうだからあれこれなんかよくないとか言ってこっちの曲に決めたんですけどどうだったですかねも良かったう言てるわわうって歓声がね。ちゃんんもさう あの、そのまいちゃん結構ユーチューブやってて、すごい私のユーチューブ先生みたいになってるんですけど。いや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 、いろいろ教えてください、先生。やめてくださいよ。ね、なんか再生回数。がそう、どね、どうやれば、成功の道へ行くかみたいな話を。ね、結構きてい。いいね、やったらめっちゃ嬉しくない。嬉しいよ。めっちゃ。もう、めっちゃ見てる、なんかアップした次の日とかも、う何回も見ても。そう。あの、更新、更新、更新してさ。一時間、一時間、一時間。わかる。 人数のとこ行ってあ,あ増えてるやんる登録者とか行っていやー楽しいですね楽しいよね、うん、なんかある YouTube やってて困ったこととかえ困ったことこれ私すごい大変やったみたいなあのね曲をいっぱい覚えなくちゃいけなくてめっちゃわかるそうそれを毎週何曲か覚えるからめっちゃわかる自分の歌いとかやったらさ、うん、もうレコーディングしてる間に覚えるやんだけど人の曲をこうこんなに頻繁に歌うっていうのは 結構。しかもさ、あのライブってさリハがあって、でリハの後にまた音源聞いて、自分でこうフィードバックして、で本番サウンドチェックがあって本番やん。もうこれってさ割と一発でべんって撮るやん。いきなりはいレコーディングでしょ。なんか結構なさクオリティまで持ってとかなあかんくない。そうそうそう。私あの結構大変なんですよこれ。そうなんですよ。あと自分職にね。そう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 。オリジナリティ混ぜたりとか、結構考えたりとかして楽しいけど。 大変私はでも YouTube やりだしてなんかすごい歌うまくなったなってめっちゃ実感してんのね歌い込んでなんかあといろんなそのシンガーの喉の使い方とかもやっぱすごい研究できてるアンにわかるインにインにすごい研究できてて私はんかあのアデレの「イージーオンミーって曲見ました歌ってんけどなんかその時にファルセットで「へぇー!」 が優待形たちやったことなかったのに、ね、今ねなんかあすごいなんかこういうのなんか私の中で新鮮とかいう経験は結構あったかもねカバーをいろいろやってたらこう、うん、自分では。 書かない癖の音程歌うことによってめっちゃ上手くなるなっていうの私も共感できるかなだからなんかボーカリストぜひあのカバーチャンネルガンガンやってみてくださいねえ楽しいよ楽しいもんねすごいえなんか YouTube ぶっちゃけうちらデビューめっちゃ近いやんかうんうんうん2008年私2010年10年8年8年そうであのうちらのさ時代ってさなんかこう たものを綺麗な形で見せてデビューみたいな時代やったやんわかる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 作り込んで作り込んであなたがディーバですいってくださいみたいな私ファイアリリーっていう名前で2010年デビューしたんですけどその時もなんかもうこうあなたディーバとしてデビューするんだから丸じゃなくて名前も変えてみたいなこう花話しデビューやってんけど今の youtube のこの世界ってうちらのその時とめっちゃギャップないそうもうワンツーゴーみたいなはい見せてはいこれも見せてやっちゃったもん ガチみたいなさとりあえず1日1アップぐらいできるぐらいそうそうみたいななんかさそこってど自分的に大丈夫やった最初いやーね、時代変わったなと思ったけど、うん、ついてくの大変やった初めね、私は最初、うん、あの1か月ぐらいこのスタッフで何曲か撮って、うん、まあこういう曲から出そうとかってミーティングしてる時に、うん、あの、めっちゃ「 ブルーやった <laughs> なんかさんか <laughs> まだここでこのレベルで出していいのみたいなぐらいのところでそうそうやっちゃえ的ないだって今までやったらさうん、うん、撮ったものを編集してくれて、うん、エンジニアさんが、うん、ミックスしてくれてマスタリングしてくれて、うん、もう綺麗に麗にしにしたものを、うん、はい PV 付きで出ますっていう。 ことしかやってなかったからさ、えそんななんか一発撮りのやつ出すとか恥ずかしいんやけどって思ってんけど、いいいい <laughs> でもやってみると、うん、なんかもうあのめっちゃ反響があって、うん、なんかあこの曲歌ってんの聴きたがってんとかめっちゃ言ってくれるから、なんか本当にやってよかったなと思ってます、ね。しかもなんか全然めっちゃ作り込んだってやつよりも。うん みたいなノリでやったやつの方が再生回数いったりとかそうやねんなそうやねん狙ってないやつが意外といとかすんねんなおもいねんかすごい面白いです YouTube 先輩またいろいろ教えてくださいいいやいやいやもうこちらこそ見てますからめっちゃねまるちゃんの一発撮りすごいなと思ってこれからも楽しみにしてますなんか今後の展望とかあるんですか目指せ、登録者数、とりあえず万 おー今どれぐらい今まだ3,700からちょっとね目指せインフルエンサーの道じゃないけどえ、やっぱ1万人って結構あれなのその壁なのなん,かなんか見えやすい目標かなと思って <laughs> ああなるほどねそうそっかやっぱりねいやもう頑張りますようちらまだあの1,000人いってないですからちょっと頑張りましょう頑張りますこれからです <laughs>、ね、先輩、はい 地球をね、福井先輩、いっぱいおじいこたちの歌で、明るくしてあげよう。<laughs> <laughs> はい、はい、<う>ということで、今日は福井麻衣さんに遊びに来ていただきました。はい、もう毎週楽しみに見てますから。ありがとうございます。あの、マ、ま、ルちゃんの歌で、マ、ま、ルちゃんのこの笑顔で。世界をね、明るく照らしてあげてください。えー、明るくなるかな。頑張って。<laughs> 頑張ります。私も頑張ります。ありがとうございます。じゃ、あまた、ありがとう。バイバイ。